女性3人組ユニット、カラフィナ、の稽古の公式、X が18日に更新され、同グループの復活をめぐる騒動をスタッフが謝罪した。カラフィナ、をめぐっては3日、スタッフの公式、X でグループの復活を発表。来年1月15日、東京有明の東京ガーデンシアターで公演を開催することが告知された。しかし、 作曲家でかつて同グループのプロデュースを担当していた梶浦幸氏が一切携わっていないことが判明。波紋を呼んでいた。稽古のスタッフは声明にて、まずは、カラフィナアニバーサリーライブ2025開催の発表に際し、応援してくださる皆様、そして何より日頃からお世話になっている方々へご心配をおかけしましたこと、心より詫び申し上げますと謝罪。 皆様からのご意見一つ一つを真摯に受け止め、身が引き締まる思いを感じたのと同時に、カラフィナへの変わらない思いを届けてくださり、大変ありがたく存じますと感謝を告げた。その上で、本人、スタッフ一同、本公演への出演を決めた以上は皆様からの思いにはじぬ最高のステージをお届けする所存ですと宣言。今後もより一層励んで参りますので、 変わらぬご声援のほど、よろしくお願い申し上げますと綴った。